それはどこか遠く遠くの町から遠く遠く離れた山の奥にあるストーブさんという人とその家族が暮らしているちょっと不思議な農場のお話です。今からずいぶん前のこと、働き者で知られていたおじいさんからストーブさんはこの農場を譲り受けました。ところが実はこのストーブさん、農場の仕事があまり好きではありませんでした。はあ、毎日毎日畑を耕したり牛の世話をしたり、そんなことより僕は世界中を旅したり面白いものを発明したり、そういうことがしたいんだよ。そんなことを言ってふらりと旅行に出かけたり、おかしな機械を作ったりしてばかりいたので、農場はだんだん草ぼうぼうの荒れ放題になっていってしまいました。ストーブさんには3人の子供がいました。一番上のお兄さんの名はケトル君、2番目の女の子はキルトちゃん、そして末っ子はスコップ君という名前です。3人はお父さんのことは大好きでしたが、農場の仕事を怠けてばかりいることには本当に困っていました。だって農場がこのまま荒れ放題になってしまったら、3人の大大大好きなおいしい牛乳や野菜も取れなくなってしまうんですから。そんなある日のことです。長男のケトル君は豚小屋に来ていました。ストーブさんがまた旅に出てしまったので、ケトル君も農場を手伝わなければならないのです。もちろんケトル君だってもう8歳ですから、お手伝いくらいはできます。でもまだお父さんのように力のいる仕事はできません。ケトル君はため息をつきました。困ったな。このままお父さんが帰ってこなかったら、うちはどうなっちゃうんだろう。僕にはまだ牛の世話はできないし、トラクターだって運転できない。牧草ロールを作ることも、屋根を直すことだって。そのうちにケトル君はだんだん悲しくなってきました。あの美味しい野菜はもう食べられないのかな。キルトもスコップもまだ小さいのにかわいそうだな。僕だって。ケトル君の目から涙がポロポロとこぼれ出します。とケトル君は豚小屋の真ん中で泣き出してしまいました。とその時です。泣くなよケトル君。どこからか声が聞こえました。はっとケトル君は泣くのをやめて辺りを見回しました。でももちろん誰もいません。豚小屋ですからいるのはもちろん豚だけです。ところが、まあそんなこと言ってもケトル君に僕の声が聞こえるわけないか。また声は聞こえました。ケトル君が暗がりに目を凝らすと、豚小屋の奥から一匹の豚がちらちらとケトル君の方をうかがっているではありませんか。まさかこの豚が？東武動物公園にちょっと不思議な牧場型遊園地ハートフルファームが登場。夢の膨らむアトラクションと広場、そしてたくさんの楽しいキャラクターがみんなに会えるのを待っています。